今日午後、神戸市灘区にあるマンションの一室が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。今日午後1時ごろ、神戸市灘区大石東町の8階建てマンションで、近くに住む人から北側の2階の部屋から煙が出ていると110番通報がありました。消防車など20台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で2階の一室60平方メートルが全焼したほか、3階の部屋の一部にも燃え移りました。また火元とみられる部屋から成人女性1人の遺体が見つかりました。警察などによりますと、この部屋に住む50代の女性と連絡が取れていないということで、警察は遺体の身元の確認を進めるとともに、火事の詳しい原因を調べています。